話の魔女。Thank you.
まあまあ皆さん、それくらいにしてあげてください。その人、実はうちのお客様なんですよ。あかりに免じて通してあげていただけませんか？ささ、西目さん、こちらへ。東京ドーム82個分しかありませんからね。あれは、そうですね、自警団のようなものと思ってください。ええ、警察っぽいことをする人たちなんですが、昨日置き引きが発生してピリピリしているんです。この島は観光客も来ませんしね。顔を知らない人がいたら、よからぬ目的で来ているに違いないと考える人たちもいるわけです。西目さんは顔が売れてませんから、気をつけてください。何でしょう、明かりの美しさの秘密ですか？え、まさか、まさかお忘れなのですか？こんなに愛らしく美しい少女のことを記憶から消してしまったと、そうおっしゃるのですか？そうですよ、忘れているのなら改めて自己紹介をしましょう。私は赤積あかり、豊時島に住むしがない美少女です。どうです、あまりの愛らしさにシナプスが刺激されたでしょう。教えません。そういうのは思い出してこそロマンがあるんです。ダメです。
あかりの父は西目さんの祖父と親しくしていたと聞いています。西目さんとはその縁です。到着しましたよ。いえいえ、あかりは西目さんから心づけをいただければそれで十分ですので。日本円と言ってもいいでしょう。西目さん、感謝の気持ちは金額で表現できるんですよ。美少女お散歩プランの対価としてはいまいちですが、西目さんとは知らない仲ではないですからね。野口英世で手を打ちましょう。ではでは。